shaking. Will I shake off the doubt my mind's making? Can I be like the ones that used to be? That's me. Say what you want to. It's my passion. まずはホークスの先発田上、ヤフオクドームのマウンドに上がります。さあファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。スライダーできました。ワンボールツーストライク。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには平沼。まあ送ってくる。走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。見事に盗塁を封じました。このアウトは大きいですね。先制のランナーでしたからね。キャッチャーがいい送球しましたよね。そうですね。アウトコース打ちました。サード取った。アウト、ツーアウト。バッターは DH 近藤。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー田上、そして打った。右中間に強い打球、右中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ツーアウトランナー二塁。さあホークス先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。そうですよね。さあそのマウンド上の田上、どういったピッチングを見せるのか。このピンチ見事三振を奪いました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。ちょっとね、動けなかったって感じですよね。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないよ。打ちました。取りました。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。6番バッター太田。田上、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、低めストレート、ストライク。外外れてボール、ボールになります。低いところへ決めてきました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。取ってツーアウトです。バッターは7番に入っている杉谷。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。ストライクです。打ちました。ショートが前に来る。取った。一塁アウト、スリーアウトです。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。インサイド落ちました。これはどうだ。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウトです。バッターは9番に入っている中島。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。インサイド落ちました。これはどうか。田上、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター西川。前の打席チェンジアップを打たれたんでね、それを踏まえてどう組み立てていくかですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました。牧原、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。回は4回の表に入っています。追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックスは2番平沼。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ホークス大きく点差をつけて中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。まあそうですよね、攻撃陣が点差を広げてくれてますからね。これはバットです。三振です。まず1つアウトを取りました。バッターは今日 DH に入っている近藤。先ほどの打席で田上、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。
打席には5番バッター中田。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は見逃し三振に倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッター弾き返した打球はレフトへ、ここは打ち上げています。レフト掴んで2アウト。打席には5番バッター渡辺。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。アウトコースのチェンジアップ打ちました。ボテボテ、ファーストが前に出る。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがファイターズ得点はありません。